もう、東京五輪がもう来年に迫ってきてますが、東京にやっぱり各国の選手が、ね、来るわけで、そこにはやっぱり あまり日本と仲の良くない例えば中国とかその韓国とかの選手もやっぱり含まれているわけ で彼らだけ、ね、来てほしくないってわけにいかないんでね、まあ、彼らも来てやっぱり参加して、ね、やることにやっぱり意義が何らかの意義があるんでしょうから、まあ、来るわけですけども、まあ、今から、ね、我々がちょっと彼らの、ねこれからの動向ということで、ね、予期し得ることっていうのがあってですね、やっぱりちょっと最近非常に顕著に現れているのがその韓国人のね、韓国国民のね、我々日本人に対するこうやっぱ嫌悪っていうかね、何かしらにつけてこうケチをつけてくるっていうのがあって、まあその一つの象徴になっているのが旭日旗ですよね。つまり普通に今言う日の丸に、まあちょっとこう放射状にこう光がね、外に向かってこう流れているような、いわゆる、まあ、旧旗といっても、まあ、今まだ自衛隊とかでも使ってますから、まあ、歴史として日本の国旗なんだけども、まあ、あれがね、韓国人っていうのはその戦時中 その大陸に進出した時のこの多民族へ征服した時の、まあ、名残だと、でそういうなんかこう、ね、悪意に満ちたものだと、そういうものを彷彿させるんでやめてほしいっていうような形で、いろんなところでもそれをね、本当目くじらを立てて抗議をして、本当に法的な手段を使ってもそれをね、駆逐してやってきたんですけども、そういう今韓国人のね、傾向っていうのがやっぱり目につくんで、今回の五輪にこの来日した際にもね、やっぱりいろんなことを言ってくるんじゃないかなと思う。扇風機が回ってたら、暑いから扇風機回してるって時に、やっぱり扇風機のそのカバーにある、やっぱそのね、形からしてやっぱりこれが旭日旗じゃないかって言い出したり、あ、暑いからスイカでも割ろっかって言ったスイカのそのね、皮についているそのパターンね、デザインを見て、あ、これも旭日旗だって言い出して、まあ、いろんなことをね、難癖つけてくる可能性があるわけなんであって、我々もね、やっぱりね、悪意はないんだから、もう何言われてもほっとけやってわけにはそれいかないんでね、やっぱりなんだかんだ言ってもやっぱり隣国なんでね、いろいろまあ牽制し合ったり弾き合ったりすることはあっても、やっぱりね、全くそのなんていうかな、関わりを断ってしまうってことはいかないんで、やっぱどうにかしてやっぱりコミュニケーションっていうのをね、取るべきであって、これに関してもやっぱり言われているままにもならないし、それだからって突っぱねることもできないし、まあ、何らかの打開策っていうのを我々は設けないといけない。僕そこでね、彼らのね、別のこの特性っていうかね、やっぱり我々とこうコミュニケーションを取るときに必ず言ってくるようなことをね、あるその彼らのその周壁っていうのを利用してみたいと思う。それはね、いわゆる韓国起源説、彼らがこの何かしらにつけて必ず言ってくるのが、その自分たちの方が先だと、自分たちの方に起源があるっていう、そういうあれですよね、ほとんどなんかこう、まあ、事実に基づかないような、もう思い込みでできたようなその彼らのその説ですよね。それをちょっと、利用してみたいと思う。彼らはね、何に関しても、例えば柔道もそうだし、剣道もそうだしね、味噌汁も何ですか、焼き魚も何でも、文化的なことは全部ね、自分たちが先に やって、かわいそうなこのね、列島のその島国の人たちに広めてやったんだと。で、彼らはその小賢しくそれを発展させて、なんか、いかにも自分たちのその文化のように気取っているけども、本当はこっちが起源なんだよってことを言ってね、やっぱり、なんとかこういう、優位に立とうとするわけなんで、もう彼らはそのね、やっぱり習性というのを利用しようと思う。それはね、結局その旭日旗をね、やっぱり彼らのものだっていうふうに理解させてやることなんだと思うんです。それがね、なぜかね、旭日旗だけに関しては、韓国人は自分たちが起源だって言わないんですよね。言えないんですよ、言いたくても。だからね、何かね、やっぱりね、そのきっかけになるものがないかってことで、まあ僕は別にそんなね、彼らみたいにそんなね、無理やりその連想をつけて、取ってつけたようなことは言わないけども、ちょっとこれはね、旭日旗だと思えるものがあって、それがその大韓帝国の国旗なんですよ。大韓帝国というのはもちろんその日韓併合の前の時代ですけども、彼ら自身がその自分たち その国旗、つまり征服王朝であるその李王朝 その家紋でさえあった、その何だかな、何でできたかな、あれはスモモかなんかのね、もともとデザインなんだけども、その李王家の家紋ってものですよね、これですね。
こういう真ん中に丸があって放射状にこう花びらのようにこの外にこう広がっているっていうこの形、これこそが旭日旗じゃないか。で彼らはどういうわけかそれに関してだけはこれが旭日旗だとクレームすることはないんですね。我々が起源だっていうようなことは言わないんですね。まあそれももともと無理のある話だとは思いますけども、でもやっぱりあの彼らのその考え方っていうかね、あのそういう思考パターンをこちらからね伺いながら、まあちょっとこちらもやっぱりそのなんていうかな、ちょっとびっくり説を立ててみたいと思います。これがね旭日旗なんだよとね、真ん中の丸から放射状に出てるじゃないかって言って、こういうねデザインを本当になんか国家の誉れのように一番上のこのなんていうかシンボルにしてるっていう、それがねやっぱりもともと旭日旗よりも前からあった習慣なんじゃないのかお前たちっていう、こういうことを言ってみたいと思います。まあ彼らそれもちろん受け入れないに決まってるけども、まあこういうね考え方っていうのをこちらがこうなんていうかなカウンターとして持っているのは僕は悪いことじゃないと思います。本当何でもね、韓国人は自分たちが起源だって言いますからね。本当なんかキリストは韓国人だっていう人もいますからね。本当に笑い事じゃなくて本当にあります。日本で、生まれ育って活躍した劇作家に塚光栄さんっていうね非常にこう立派な人がいるんですけども、彼にしてもねやっぱりね昔あの、ジェームス・ディーンっていう人がいて非常にねあのハリウッドの大スターだったんだけど、それを見て塚光栄は何て言ったかというと、アメリカって国はいいなぁ、あんな縁日でたこ焼き焼いているような兄ちゃんが大スターになれるんだからな、どんなあのアメリカっていうのはその映画界っていうのは甘いとこなんだろうみたいな感じでそういう発言をしていたんだけども、もちろんそれね考え方が逆であってね、縁日などで適応されているそのお兄さんたちっていうのがハリウッドに憧れてジェームズ・ディーンのような髪型をしたりね服装を真似していたり、そっちが真実なんであって全く見方が逆なんですよね。でもそれが当たり前なのが韓国人の考え方、彼らのその民族的なそのなんていうかな物事の捉え方なんです。僕たちはそれを逆に利用してね、何でもかんでも自分たちの方が起源だっていうその習性を利用して、やっぱりあの旭日旗に関して彼らが持ってるその無理からなそのなんか連想体系っていうのをねちょっと破壊して駆逐してみたいなと僕はそういうふうに考えていて、そのためにこれを利用しよう、この李王家の家紋ですね、大韓帝国の国章でもあったこの素晴らしいその一軸じゃない、あのスモモのそのちょっとスモモの形にこうちょっとこうなんていうかなモチーフにしたようなこの素晴らしいこのシンボル、このアイコンというものを旭日旗よりもあなたたちの方が先にこれを当ててこれの方が素晴らしいんだぞっていうことをやっぱりねまあそういう形で言い返してみたいなと思ってるんですが、どうでしょう。まあ彼らはまた東京に来てね、扇風機を見ては旭日旗、スイカを見ては旭日旗とかってやり出せに決まっているんで、まあどこかに我々もちょっとねその心の抵抗っていうのを持っときましょうね。まあこういった僕はもちろんね韓国をその嫌韓することに関しては反対なんで、やっぱり隣国だからどっかでねコミュニケーションっていうのは必ず持っとくべきだと思って、僕は完全に突っぱねたりね完全にこうなんていうかな関係をこうなんていうか破棄したり、そのなんていうかな国交をそのねなくしてしまったりってことには絶対反対です。僕も韓国人のその人の中にもね尊敬する人もたくさんいますし、もう隣国っていうのはこう憎しみあったりちょっとこう牽制しあったりしながらも、やっぱりどっかでねつながって一緒に共存してその世界に向けてねやっぱりライバル心をうまく利用しながら自分たちの地位を高めていこうっていう、そういうねやっぱり関係でないといけないと思いますね。